はい、皆さんおはばちは宮内幸です。それでは、今日もポケットモンスター、3を、じっくりまったりゆったり実況ですね、はい、始めていきたいと思います。ということで、あのポケモンねハートゴールドの方でも、まあ、話したんですが、はい、ニセトロ導入しましたので、ちょっと時遡ってですね最初からいきたいと思います。まあ、映像もね綺麗になってますからね、よろしくお願いします。ひらがなでいきます。イエーイ。やっぱもうこっちの方が全然ね画面も綺麗だし、きたー。ちょっと待って、これはねスライドパッドもやりやすいですよ。これだったら動かしても全然関係ないんで。いや、こんにちは。アローラに引っ越しする日がいよいよ近づいてきたね。アローラはいくつかの島が集まってできている地方、それが理由なのか珍しいポケモンばかりだぜ。そう、アローラにもポケットモンスター縮めてポケモンがたくさんいる。ポケモンは本当に不思議な生き物でね、草むらや洞窟、空、海、至る所にいて、僕たちはポケモンの力を借りたり助け合ったり、ポケモントレーナーとしてポケモンを戦わせたりするんだ。イワンコ、大事な話だからね、遊ぶのは待っててくれるかい？かわいい。さて、みんなに紹介するから改めて君のことを聞くぜ。どの写真がいいか教えてくれるかな。はい、これですね。はい、もう決まってますか。これはね、ほんとニセトロやりやすいです。まあニセトロにねする理由、まあ、ハートゴールドでも話したんですけど、正直早起きが大変だからですOK、 みんなに伝えておくよ、うん、早起きが大変っていうのは、まあ、今までのこの直起きの撮影の仕方だと、その早朝が 夜中しか撮れないんですよね。昼間はあの光が反射して撮れないんで、時間があってもなんですけど、夜は結構疲れてて、まあ、仕事とかでね、で朝は朝でその早起きしてね撮るとなると4時半ぐらいに起きなきゃいけないんですけど、これがまためっちゃ大変なんですよ。で、まあ、4月ぐらいからもうずっとこんな感じでやってて、3月4月かで、まあ、10月の中旬ぐらいまではなんとか頑張ってたんですけど、もう正直本当に結構きついんで、もうこれだったらポケモンね3分も発売されるし、ニセトロもこの際導入しちゃおうということで、はい、それで今に至ってるというわけでございます。まあ、この方がね、まあ、僕もやりやすいし、あの見ている方もね、あの上下下の2画面でね実況をお届けできるんで、はい、一緒にじゃあ冒険楽しんでいきましょう。ユキ、うん、10万ボルトのように痺れる名前だぜ。じゃあ君の到着を楽しみに待ってるぜ。またね、イワンコもまたね。ユキ、そろそろ引っ越しの準備始めましょうなんか変な感じで、この前やったばっかですからねここさあどうなる。さあリーリエですね、かわいいね。さあ逃げて逃げて、誰だか未だに分かってないですけどあ、こっちにも。やばいやばい、ポケモン出てくるか、変身するかと思いきやーみたいなもうネタバレが入ってます。ここはポケットモンスター3ですよ。特にねムーンやってる方はね分かんないと思うんで、ぜひこの3の実況で楽しんでいただければと思います。3ヶ月後、時がね経つの早いです。もう今年も終わりですよ。
サーローラ地方に切り替わりまして、天気がいいね。ちなみに今日の宮古島は雨です。珍しい感じがね、もう結構ずっとしとしととね、降り続いておりますね。イエーイ。ああ、アローラで初めての太陽、なんて眩しく暖かいの。よーし、ママ片付けるわよ。ニャース、勇気呼んできて。ニャー、かわいいね。で、俺が寝てるんだよ。なんかこの BGM は結構聞き慣れましたね。メタモンのピカチュウもいて、地球儀があって。で、俺が寝てて。で、十字キーが使えないっていうね。だから、直置きで十字キーが使えないって本当に痛いんですよ、あの撮影で。もうしょっちゅうずれちゃって大変でした。タニャー。というわけで、もうスライドパッドをね、動かすとこうやってもすぐ反応してくれるんで。はい。タニャー。テーブルの上調べなかったな。勇気はお父さんがくれた手帳をチェックした。あ。探検の心得その1。はい、X ボタンでメニューを開く。探検の心得その2。レポートを選ぶと記録できると。はい。まあ、ちゃっちゃとね。これ今開けられるのかな？引っ越しの荷物を入れた段ボールだ。あ、今開けられないな。会話してからなんだね。横から出てきて。もう動きがわかる。ぐっすり寝てたわね。もう元気になったでしょ？ね、勇気、アローラのポケモン楽しみ？どうだろう。今度はどうだろうにしてみ、もうあなたも絶対ときめくわよ。リゾートとしても有名なアローラ地方、暮らしているポケモンたちもみんなご機嫌に決まってるわよ。お、お客さんです。アラチャイム、きっとククイ博士だわ。勇気ちょっと出て。で、入り口まで行こうとすると、これはやりやすいわ。実況がこのスライドパッドで移動なんで、もう本当に。はじめまして、勇気。改めて自己紹介を。僕がククイです。よろしく。アローラ地方への長旅お疲れ様。時差ボケは大丈夫かい？アローラと関東は遠く離れているからね。こっちは昼で驚いただろ。ククイ博士、昨日到着しましたわ。ああ、お母さん、改めまして。ククイと申します。ようこそアローラへ。アローラー。関東地方で見たジムリーダーとのポケモン勝負、今でも思い出せます。あれでアローラのポケモン好きになっちゃって来ちゃいました。いやー、ポケモンの技を研究するためとはいえ、ジムリーダーたちにいいようにやられましたけどね。はははは、って感じ。さて、勇気、隣町に行こうぜ。そこで島キングからポケモンをもらうんだ。ポケモン？ああ、リリータウンでは冒険する子供のために島キングがポケモンをくれる。ちなみに島キングはね、ポケモンを戦わせたら敵なしのポケモントレーナーさ。面白くなってきました。まあ、ポケモンをくださるの島キングってすごいのね。ほら、勇気、準備をしなくちゃ。あなたの部屋の段ボールに帽子とバッグが入ってるはずよ。あと、机の上に探検の心得置いてなかった？お、どんな帽子か僕も楽しみだぜ。イエーイ。関東地方から持ってきたニャースお気に入りのお皿。ああ、ここで餌をね。タマクジラポケモン、ホエルコの形をしたジョウロ。いろいろあるんだね。取れ。ママがいつの間にか手に入れていった食材かな？入れんの？こっち。入れるわ。人のベッドで寝るのであまり使われていないニャースのベッド。
今日も食べよう、マラサダ食べよう、まだまだマラサダ。アローラ、私が食べるのは渋い渋い渋サダです。では早速いただきます。むしゃむしゃ、んー、これは渋いジーランスのような渋さです。渋いもの好きのポケモンちゃんに食べさせてあげてください。明日も食べよう、マラサダ食べよう、まだまだマラサダ。ウケる。はい、というわけで勇気は引っ越しの段ボールを調べた。帽子とバッグを取り出した。いいね、かっこいいかっこいい。さあ談笑しているところへ。準備バッチリね、行ってらっしゃい。ポケモンが来る前にママはバッチリ片付けておくから。お、いい帽子だね。で、行きますか。お母さん、君がポケモンをもらうのが楽しみなんだね。よし、行こうぜ、リリータウン。島キングからご機嫌なポケモンをもらうんだ。行ってくるね。ポケモンが来たらママ嬉しいな。勇気、行ってらっしゃい。ニャース、行ってくるね。ニャー、OK、またね。よし、行こう。いやー、もう冒険のね、始まりですよ。まあ、かっこ2回目なんですけど。かな？行きましょう。さてと、ポケットモンスターの楽園アローラ地方にようこそ。アローラでも人はポケモンと力を合わせて暮らしている。何より、ポケモンがいればどこにだって行ける。そのためにも早く島キングに会おうよ。そうだね。さあ、リリータウンはこっちからが近いぜ。ついていくよ、もうどこまでも。おお、アローラの大地を踏みしめ、嬉しそうだな。俺も負けずにダッシュしたくなったぞ。 B ボタンでダッシュ、こんな歌あったよな。あー、ごめんなさい。うん、一番道路です。咲いていきます。科学の力ってすげー。ボタン一つで近くの人とすぐポケモン交換やポケモン勝負ができるんだと。うん、で、はい、来ました。勇気、アローラブどうだい。さあ、まあね、誰だって初めての土地は戸惑うさ。ほら、アローラのポケモントレーナーが来たぜ。博士、今度おすすめの技を教えてよ。本当は決めてるんだろ。君の自慢のポケモンが新しい技を覚えたらまた勝負しようぜ。すごいね。ほら、ポケモンと一緒なら草むらに入って野生のポケモンも捕まえられるぜ。うん、楽しみですね。アローラニアスがいる。そしてトレーナーは愛しいポケモンを戦わせもするんだ。行け、ヤングース。しゃあ。おっと、引っ越してきたやつ。今度ポケモン勝負しような。喜んで。ポケモンがいてくれるからこそのコミュニケーションだよ。さあ、リリータウンは目の前だぜ。さあ、来ましたね。綺麗な街並みだ。来たぜ、着いたぜ、リリータウン。メレメレ島の守り神であるポケモンカプコケコを祀っているんだ。あれ、おかしいな、みんなここで待ち合わせなのに。もしかしたら町の奥マハロー山道にいるのかも。守り神カプコケコの遺跡があるからね。勇気、島キングを探してくれないか。僕は行き違いにならないよう、この辺りを探すからさ。オッケー、島キングはね、見るからに島キングって感じだからね。よし、ここはリリータウン、ポケモンに感謝するところ。
A ボタンを、ね、押さないと中に入れないっていう仕様になってます。私のイワンコ素敵なボディーガードなの。お買い物もそばにいてくれるし、寝るときもドアを守ってくれるの。うん、ワンワン。野生のポケモンだったイワンコもすっかり家に慣れて、娘と遊んでいるのを見ると頬がほころんじゃうよ。だね。ゴミ箱がね、反応しないっていう。個人的にちょっと寂しいですね、これはね。いろんなポケモンが潜んでいる草むらは宝箱だよ。ポケモンがそばにいてくれるだけで温かい気持ちになれるの。ご飯食べたり遊んだり一緒に過ごして幸せね。ポケモンも人もたくさん食べたら眠くなります。たっぷり寝れば素敵な朝がやってきますよ。いいね。窓を開けていると夜が忍び込んでくる。すると眠たくなっちまうんだ。もう自然の本当断り通りにこう生きているという感じですね。うちの弟ポケモンと一緒にドロンコになって本当の兄弟みたいだ。マン、イマン。イワンコはね、仲良しの印に首の岩をすりつけてくるよ。ちょっぴり痛いけどね。次はこっちですね。ポケモンとの付き合い方は人それぞれだもんね。共に戦う仲間だったり、仲良く暮らす相手だったり。波に乗り海を越えてきた昔の人たちがポケモンと手を取り合ってアローラを発展させたと言われています。うーん、お、シマキングはいないんですが、リーディエちゃん発見ですね。遺跡に何があるというのです。さあ、気になってきましたね、ここは。どうも。不思議な生き物、ポケモンは人を助けるため草むらから飛び出すというね。いい天気だと風を追いかけ、あちこちフラフラするわな。この先、草の遺跡。シマキング原さんはメレメレで一番のポケモントレーナーっす。ただ今はどこかで誰かを鍛えているのか見当たらないっす。マハロサンドです。リーレちゃんを追っかけてタッタッターと軽快ですね、ステップが。このハテナマークの音を好きなんですよね。バックから出ないで、誰かに見られたら困ります。さっきはねタイトルでしたけど、今度はポケモンが出てくるんでしょうか。おう、ああ危ないよ。まあ楽しいけどね、こうやってね。さあ、オニスズメに襲われます。どうも。どうしたの？助けてください、星雲ちゃんを。ピュー。鬼スズメさんに襲われ、でも私怖くて足がすくんじゃって。ここがいいんですよ、このリアルな感じがね。
大丈夫？でも実際ね、こんなんいたら可愛いだろうな。おお。ぶっこけ子、かっこいい。キョトーンとしちゃいますよね。目が点になるとはこのこと。かっこいいね。これも捕まえられるのかな。すごい楽しみですね、これからね。よかったです。あなたまた力を使おうとして、あの後動けなくなったでしょ。あんな姿見たくないのです。うーん、ごめんなさい。あの時あなたは私を助けてくれた。なのにあなたを守れなくて。どうしたのですか？お。ビビュー。光り輝く石、なんだか暖かい感じです。申し訳ありません。危ないところを助けてくださり、心より感謝しております。君は？これあなたの石ですよね。輝く石を手に入れた。この子のこと誰にも言わないでください。秘密で秘密でお願いします。内緒内緒。バッグに入ってください。ヒュー。この子もしかしたらまた襲われるかもしれません。身勝手で申し訳ありませんが、広場までご一緒してください。行きますか。さあ戻ってきました。おお、勇気、島キングはいなかったようだが助手に会ったんだね。では改めて紹介しようか。こちら僕の助手。はい、リーリエと申します。リーリエが出会ったのが昨日アローラに来たばかりの勇気だよ。いろいろ教えてあげてよ。ククイ博士のお知り合いなのですね。よろしくお願いします。我らの島キングハラさんのお帰りだ。守り神に選ばれた男、アローラでも名打てのポケモン使い。貫禄ありますね。何かありましたかな。ちょっとハラさん、どこに行ってたんですか。島キングですからな。島の問題が起これば解決に行きますな。で、リリー、何かありましたかな。何やらカプコケコの飛ぶ姿を見かけましたが。ハラさん、吊り橋の上で鬼スズメさんに襲われていたこの子をこちらの方に守ってもらいました。でも吊り橋は崩れ、谷底に落ちそうになり、そこを島の守り神さんに助けていただいたのです。おお、そいつはすごいぜ。こう守り神と言われるも気まぐれなカプコケコの心を動かしたのですな。ククイよ、素晴らしいことではないか。勇気と優しさを持つ彼にポケモンを託すから、トレーナーになってもらいたいぞ。はじめまして、メレメレの島キング、ハラと申します。ようこそアローラへ。ククイから君のことは聞いてました。お会いできて嬉しいですな。よし、ポケモンたち顔を見せるのですぞ。ここでようやく。前回のところでようやく追いついたぞ。まずは草のポケモン、モクロ。ふう。次は炎のポケモン、ニャビー。ニャブー。最後は水のポケモン、アシマリ。アシャマ。どのポケモンを選ばれますかな。炎にニャビです。炎のタイプのポケモン、ニャビになされますかな。はい。かわいいね。
お互い選び選ばれてこそ誠のパートナーと言えますな。さあ、緊張の。緊張のって何で緊張の瞬間でございます。それでは、ニャビーは君を選ぶのか見ましょうぞ。かわいい。ニャビーは勇気を気にしながら見つめている。おいで。うん。にゃ。うんうん。かわいい。目が変わるのもかわいい。かわいいなぁ、お前。ニャビーを優しく抱きかかえた。ニャブー。炎のポケモンニャビーは鼻をヒクヒクさせている。おー、ニャビーも勇気を認めましたな。互いを認め合った君たちは永遠の友達だぜ。さあ、一回家に戻るんだよね。ニャビーさんですね。ティー。もうはしゃいで。ハラさんや博士ですから何かあってもあなたを守ってくださいますけど、いつもはバッグにいてくださいね。いいポケモンさんですよね。大切にしてあげてください。よし、これで勇気も今日からポケモントレーナーだぜ。僕からも素敵なプレゼントだ。ポケモン図鑑を手に入れた。ポケモン図鑑は出会ったポケモンを自動的に記録するハイテクな道具なんだ。君がパートナーにしたニャビーも記録されているよ。チェックするといいぜ。こっちは用意していた君のトレーナーパス。勇気、早速新しい友達をお母さんに紹介するかい？そうだね。おお。すげえ。食べるのが大好き。おお、俺と一緒だ。ひっかく火の粉の鳴き声ですね。ポケモン図鑑か。アローラ図鑑のメレメレ図鑑とってところにニャビーが登録されています。ひねこポケモンニャビー4番ですね。炎タイプ、高さ 0.4m、 重さ 4.3kg、 毛づくろいでお腹にたまった抜け毛を燃やして火を吹く。毛の吐き方で炎も変化。ここも入れるようになってる。へえ、すげえ。おお。ハラさん、ハウ君には甘いっす。昔ハラさんの本気の形相を見たハウ君が泣き止まないことがあったから、どこか遠慮してるっすよ。ああ、あの男の子か。リリータウンのお祭り、11歳の子供がいないときは代わりにハラさんが神聖なるアローラ相撲を奉納するっす。ほうほうってなんかギャグ言いたくなっちゃいましたね。ちょっと恥ずかしいです。島キング原さんの修行は厳しいっす。あ、修行といってもポケモンではなく相撲っす。いいね。反対側も、あ、これ3つぐらい行ける場所がある。何この子たち。すげえ。アローラ、子供とポケモンは元気いっぱいでないとね。いやー、どんなん？ウケる。これもこっち。どうも。アローラに古くから伝わるやり方で作られた椅子だ。オッケー、じゃあ戻りますか。
お、なあなあ、ポケモン勝負しようよ。いきなり来たね。ははは、セグでない。名前も言わずに勝負もあったものではないな。俺ね、ハウ、シマキングの孫でね、モクロウがパートナー。ねえ、君のニャビンもすごくかっこいいな。ありがとう。うん、だからね、ポケモン勝負しよう。君が来るの待ちきれなくて、あちこち探してたんだ。私、ポケモンさんが傷つく勝負はちょっと苦手ですが、応援しますね。おお、初めてのポケモン勝負だね。ポケモンの技を繰り出し、勝ち負けを決めるんだぜ。孫の相手をお願いできますかな。がっぷり四つの勝負を期待しますな。ああ、やりますよ。相手してくれる？負けないよ。よーし、楽しんじゃうもんね。では、ポケモン勝負始めません。さあ、初のポケモン勝負です。ポケモントレーナーのハウが勝負を仕掛けてきた。ニャビー頑張ろうね。キノコ、うん、いい感じ。コノハ、キノコ、オッケー、やったね。かわいいね。えー、レベルアップ。100円。100円ってのがいいな。なんか、うわー、すっげー。勇気だっけ。君のニャビンもかっこいいな。よーし、明日頑張る。んの勇気、お持ちの輝く石を見せていただけるかな。はい、なんと、じいちゃん、それってもしかして、なんだなんだ。そういえば、ユウキはカプコケコに助けられたと。そうです。なるほど、石までもらうとはな。君はアローラに来るべくしてきたのかもな。ユウキ、石はちょいと預からせてもらう。おお、そうなんだ、もらいます。なーに、明日返しますから。君にはトレーナーの才能がありますからな。ぜひ明日のお祭りに参加してくだされ。じゃあ、ユウキ、家まで送るよ。リーリエも一緒だぜ。君の大事なあの子ははぐれると大変だからね。はい、気をつけます。ピー。ほら、行ったそばからバッグから出ないでください。あ、帰ってきましたね。おかえり、ユウキ。ねえねえ、どんなポケモンもらったの？見せて見せて。にゃぶー。あ、ニャースもいるからね、ちょうどいいじゃん、猫同士。わあ、ママときめいちゃう。ねえ、どうしてこの子にしたの？かわいいから。そうね、この子かわいくてかっこいいのよね。あなたたちすっごくお似合い。見ているだけで嬉しくなっちゃう。ぬにゃー、にゃぶー。一晩経ったってこと？次の日。いいユイ、今日も段ボールを。あら、チャイム、ユウキちょっと出て。はい、というわけで、じゃあちょっと中3番なんですけど、ここで結構時間経っちゃったんでね、終わりたいと思います。はい、ニセトロでね、ポケモンさん実況していきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。宮内ゆきでした。